バトンチャンネル。イエーイ。イエイイエイイエイ。最近よく言ってますね。皆さん女子ですよね。はい、まあ、皆さんもちろん女子なの分かってるんですけど、まあ、こう最近こうねテレメディアでも女子力女子力という言葉をよく耳にします。なので今日は皆さんがどれだけ女子力があるかっていうのをですねちょっと試してみたいなと思います。というわけで今回はバトン式女子力チェック。というわけで今からこう女子ならできるでしょうというものをですねちょっと順番にいろいろやっていただきますので、まあ、こういうのできるよねっていう女子ならできるよねっていう偏見やろと思います。そういうので判断しないでください。ヤングの女子力チェック。では1個目。はい、糸通しです。おじさんありますか。ベートーベンみたいな。そうそうこう刺してさ糸入れたら縫って入れてくれるやつ。おじさんよりベートーベンの虫くり手で言ってください。そうだ、ね、舐めていいやつ、ね、通ったらもう挙手で。いただきます。糸通しよーいスタート。マジ舐めありにして、ちょ、舐めます。切るやつ、てかさ、いつも先に切ってくれ。なあ、ハサミでさ、いただければさ、ありがとうございます。でも、それ、あとは、まだ絶対無理や。はい。というわけで前にお見事でした。これはすごい。あ、そうでした。あ、そうでした。ヤングの女子力チェック。続いては包丁です、お野菜はいろんな切り方があるのをご存知だと思います。人参あります、一人ずつ順番にですね僕が言う切り方をやってみてください。じゃあ順番じゃんけんしてください。じゃあチーからいきましょう。チーのチーに挑戦してもらう切り方は一丁切りです。当たりやん。全部から全部から。はい、行きます。あ、ちゃんとネコの切り方にやる。判定は社長にしていただきます。猫の手めちゃ似てる。そんな猫の手でしたっけ。そこもポイント出してみてください。はい、できました。ではチーのこの一丁切り正しいか正しくないか判定お願いします。正しくない。正しくない。何は短冊切りです。わかるかよ。短冊切りってさ噛むくんじゃん。なんかわかる気がする。あんまり今んとこ間違っても千切りみたいなんじゃん。こう縦のもういいじゃん。薄長く言ってこい。もういいやん。言ってこい。短冊っぽい。え、短冊って何なんです。分からへん。花形の願い書くやつやんな。願い書けるやん。どうですか。では前にの切った短冊切り正しいか正しくないか社長判定お願いします。正しくない。はい、正しくないです。では、空に挑戦していただく切り方はさいの目切りです。さいの目切り。野菜みたいな
ってるよね。ちょっと待ってきた。あ、入ってきました。これサイコロ目。さあ、空の切ったサイコロ目切り正しいでしょうか。合ってるやろ絶対。では社長判定お願いします。合ってるんかな。ほら。違うね、切り方が違う。出来上がりはいけるけど、切り方は。え、でも出来上がりが一緒やったら正解じゃない。だって口入ったら一緒やから大きいか小さいかの問題になって、大きい人が好きな人はこっち。小さい人は大きい。もうドローや。いやもうこれはドローやでな。これまあちょっとねドローですね。はい。ちょっとね人参じゃ決着つかなかったので、もう一試合いきたいと思います。ヤングの女子力チェック。では2つ目、はい、カツラ剥きです。マジで無理やな。カツラ剥きとこれやな。はい、大根のカツラ剥き。ちぎれたら悪いでしょ。わかりました、うん、はい、うん、じゃあさっきの順番逆でいきましょう。じゃあ空からいきましょう、うん、ガチでさしたことないんやけど、なんか入りが分からへんのに、うん、こうやって怪我だけはしないように気をつけてください。あんまり転がれへんよな、みんな。山田さんとか。いや、その言い方は笑かしてくれ。結構ガチ。怖っ。勝ったもんで。怪我する。怪我する、絶対。すいません。ちょっと一回だけちょっと、だって、最初だって90度に入れたのよ。的にできてるかって言われると若干怪しいですけど、はい、まあまあでもね、
あの、よかったと思います。もう最初の入りからしてもう明らかに入りが違かったもんね。そうですね。ヤングの女子力チェック、さあ3つ目最後です。まああのね、普段皆さんもちろん女子なので身だしなみにきちんとしていただいてしてきていただいております。わかみや身だしなみきちんとしてきていただいております。はい、はい、もちろん身だしなみはもちろんきちんとしているのはもちろんですけども、まあ女子ね、女子力の高い人はカバンの中ももちろん綺麗ですよね。というわけで、ウキウチカバンチェック。ちょっと待って、まず今日持ってきたカバンを見せたくない。ちょっと一つ言わせてください。ちょっと一緒のこと持ってるよな。カバンを持ってきてる。中身チェックなら一応できると思う。じゃあいいですよ、ポケットの中身チェックです。カッコで登場していい？はい。え、やばいやん。じゃあ一回そうしよう。そうですね。じゃああの今日本部に来た格好でまず出てきましょう。カバンな。はい、登場しましょう。ヤングの女子力チェック。さあ本日はこの格好で来ていただきました。じゃあまず染めから行きましょうか。普段からあまりこうカバンを持たないというのはもちろん分かってるんですけども、ポッケ何入れてきたな。以上。みんなサングラスが。とスマホと最低限ここに来るときは確かにね、普段からちょっとそれですよね。で、スウェット、ここにコンパクトも持ってない。持ってない。最近冬は持たん、カバンを。冬は、うん、夏は持つの？ポケットが少ないから。めっちゃ分かるな。冬はダウンとか着たりしたらポケットがあるからそこに全部入れるんやな。男やん。そうなんよ。で、財布をちっちゃくしたから余計。じゃあマイリー、オッケー、どうぞ。今日カバン乗ってこんくて二次元ポケットで来たね。だから二次元ポケット開けるわ。まずマスク、使ってるマスク。急にコンビニとかさ、うん、今日もしてきた財布、携帯、蓄電、以上。え、普通じゃない？普通な。これぐらいが普通なんですかね。受信力あるやろ、リップとか。じゃあ唯一カバンを持ってるC先生。ほんまにめっちゃ変なカバンで着てもうたから何入ってるか怖かってんけど、まあ財布とか鍵とかやろ、はい、これあの今日データもらうためのちょっと変えた、ボロボロやったね。怖かったね。のポーチの癖。可愛いやろ。可愛い。女子力ある？女子力高い。でもバンドエイドとかね、バンソーコ以上です。確かにあのちょっと前の動画ですけど、鶴橋コリアタウン行ったじゃないですか、二人で。あの時僕とミュウとあたり合流した時に、なんかもうバチバチに決めてる感があって、二人とも、そういうの女子力って言うのかなって今ふと思いました。いや、そういう話いっぱいして。ちょっと出して。爪これやけど。爪これ。まあでも世界一の朝食の時はね、あの時はちゃんとしてる。ちょっと過去動画思い出して、旅行はカメラ。誰が一番女子力高いかをちょっと社長に判定してもらいましょう。まあその奇的な服装含め、わけやわけや。女子力を。あ、でもそれは社長好みでいこうよ。だからもう社長の判断でいきます。顔。じゃあ判定お願いします。じゃあ C で。カメラマンは。リボンとかしてきてみた。アピールしろ。みんなアピールして。でも
マイリかな。マイリ好きよな。いや違う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 。マイリ好きだったらマイリ悪口言うのやめて。違う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 。そうだよ。まあまあ空は別にいいわ。いつもこんなんし別にいいね。え、なんでマイリなの？いいなほら。あれや。まあ、リップとか、まあ、その、マイリかソラか、どっちかかな。逆に入るの逆にこれ入るじゃあ、その、なんてやろ。その、別に荷物が多い少ないっていうのは別にあんまり意味はせんかな。なんで、まあ、あのね、あの、看板の中身もっとあの、本気の時にまた、リベンジさせてもらいたいと思います。ぜひ。はい。出かけるときにしよう。そうですね。じゃあ、外ロケとかの時にちょっとまた、急遽やりたいと思います。はい。はい、まあ、でも意外とあの、チーがカツラ向きできるとか、ね、前には細胞できるとかいろいろ。そうだね、できる。というわけで、無理な企画ありがとうございました。というわけで、女子力チェックでした。